オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-435-JP は施錠機能がついた冷蔵庫に保管してください。SCP-435-JP の接触実験は必ず B クラス職員を使用し、実験終了後は発生した SCP-435-JP1 を終了してください。生成した SCP-435-JP はすべて拭き取った後焼却し、清掃に使った道具も同様に焼却処分してください。説明、SCP-435-JP はポリエチレン。アルミ製の袋に入った 10g の使い切りサイズのトマトケチャップです。パッケージの表面にはケチャップで書かれた雫のようなマークと、血液代替ケチャップの文字が印刷されています。SCP-435-JP の構成物質はトマトピューレ、塩、酢、などの一般的なケチャップの材料に加え、未知の赤い着色料と粘性のある物質が使用されています。SCP-435-JP は空気に触れると硬いゴム状へと変化します。この状態になった SCP-435-JP は接着面から非常に離れにくくなりますが、水分を含んだ布等を用いて容易に除去することが可能です。SCP-435-JP を人間が経口摂取すると、使用者はその直後に血液を嘔吐し始めます。吐き出される血液の量は使用者の体格から推測される使用者の保有血液量と同量であり、嘔吐された血液は使用者の血液と同様の遺伝子を持つことが判明しています。血液の嘔吐に伴い使用者の血液が順次 SCP-435-JP へと入れ替わり、嘔吐が終了した時点で全ての血液が SCP-435-JP へと変化します。以下使用者を SCP-435-JP1 とする。なぜ、SCP-435-JP が血液の代わりとして機能することが可能であるのかは不明です。SCP-435-JP の味に対して全ての SCP-435-JP1 は、非常に微味、と述べています。SCP-435-JP1 に変化した使用者は出血に対する非常に高い耐性を持つようになります。SCP-435-JP1 に刃物を突き立てた場合、通常通り刃物は肉体を切断しますが、SCP-435-JP の持つ空気に触れるとゴム状に硬くなる性質のため出血は通常よりはるかに少量に抑えられます。しかし、SCP-435-JP はその成分と出血を塞ぐ以外の効果は通常の血液と違いがほとんどなく SCP-435-JP1 の治癒力は通常の人間と変わりません。そのため重要な臓器に損傷を受けた SCP-435-JP1 は通常通り死亡します。SCP-435-JP1 は校内に SCP-435-JP を自由に出現させることのできる能力を有しています。SCP-435-JP1 自身その仕組みを理解していませんが、SCP-435-JP は唾液腺から分泌されていることが確認されました。一度の大量の SCP-435-JP の分泌は SCP-435-JP1 にめまい、貧血、体温の低下など失血時と同様の症状を引き起こすため、体内の SCP-435-JP を校内に送り込む機能だと推測されています。SCP-435-JP1 へと変化した人物は、時間の経過につれ CP-435-JP を摂取したいという強い欲求を持つようになります。欲求が現れる初期の段階では、自身で分泌した SCP-435-JP を摂取することによって欲求を抑えることが可能ですが、徐々に要求される SCP-435-JP の量が増えていくため、最終的に SCP-435-JP1 は自身の血液の摂取による出血性ショックにより死亡します。SCP-435-JP1 が SCP-435-JP をごく微量ずつ口に含み、長い時間をかけて咀嚼を行うことから SCP-435-JP1 の目的は、SCP-435-JP の摂取そのものよりも、その味を感じ取ることであると考えられています。欲求が現れた SCP-435-JP1 の周囲に他の SCP-435-JP1 が存在する場合、
その個体を殺害することで SCP-435-JP を回収することを試みます。前述した空気に触れるとゴム状に変化する SCP-435-JP の特性のため、傷口に直接吸い付く。かじり取った肉体ごと咀嚼するなどの方法で摂取を行います。同様に欲求が現れた SCP-435-JP1 の周囲に通常の人間が存在する場合、SCP-435-JP1 は相手に SCP-435-JP を強制的に摂取させ、SCP-435-JP1 へ変化させようとする行動をとります。その手段として自身の口で相手の口を塞ぎ SCP-435-JP をつぎ込む方法が多く用いられます。この行動は SCP-435-JP を獲得する機会を増やすための行動と考えられています。SCP-435-JP は2000年月日に愛知県名古屋市で発生した交通事故の現場で発見されました。当時事故現場では車内から SCP-435-JP の流出が発生しており、事故車の中から大量の SCP-435-JP が付着した破損した 500ml のガラス製容器が発見されました。その後財団は同車内から損傷のない SCP-435-JP の 10g 使い切り袋100袋を回収しています。SCP-435-JP を積んだワゴンを運転していた人物は事故で死亡しており、その身元は現在調査中ですが、ワゴン内から大型の撮影機器や小型の舞台道具、SCP-435-JP で汚れた複数の舞台衣装などが発見されたことから舞台関係者、もしくは映画関係者ではないかと推測されています。SCP-435-JP やガラス容器が梱包されていたすべての段ボール箱の側面に以下の言葉が黒のマジックで記入されていました。廃棄、うますぎた。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。